どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングは今 NHK 連続テレビ小説で新しく始まったおちょやん主題歌、泣き笑いのエピソード、畑基博さんのすごいキュートな曲です。この曲をこのウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしたもう超絶簡単バージョンやります。後半はかっこいいバージョン、ちょっと弾き方ね、やっぱりこの弾き方とコードもちょっとおしゃれに変わって、心地よい感じ、出していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ね、聞くのも最高ですけどね、やる方がもっと最高なんです。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルを見てるだけでもう楽器触ったことないですとか、私不器用できっと無理です音楽はという、そこのあなたすぐできるようになります。本当にもうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけでもうすぐに弾き語り、弾いて歌える弾き語りができるようになりますよ。皆さん音楽始めましょう。ここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画としてすでにね1400曲以上もアップロードされております。皆さんこれから音楽聴くからやるに変えていこう。それでは行きましょう。おちょやん主題歌、泣き笑いのエピソード、初心者さん向け超簡単バージョン、ゆっくりやってみます。さんの泣き笑いのエピソード、ガズレレ流超シンプル簡単バージョンやってみました。ゆっくりバージョンです。いやー、この歌詞の内容とメロディーライン、なんかこう朝のね、爽やかな時間にぴったりかなと思いましたね。さあ思いっきり歌っていきましょう。今の長さはですね、朝のNHK の連続テレビ小説で流れる、オープニングの長さになってますね。今のシンプル簡単バージョンすごいゆっくりやったんでね。まずスピードやってもらって、後半かっこいいバージョンではもうちょっとね、テンポ良くなってますんで、2バージョンもご覧になってください。そして今のシンプル簡単バージョン、ガズレレと一緒に動画で一緒にセッションできたよという方、次のステップはですね、ご自身だけで、一人だけで演奏してみるのをお勧めします。その時にやっぱりね、紙見ながらとか最初のうちはちょっと見ないといけないと思うんで、書き出してもらうのもいいと思うんですけど、私のね、このノートをいつもこうやって、ガズのノートをこうやって写してるこんな感じでガズ書いてますよって感じで、これを見ながらガズもやってるんですけど、今このガズクラブというサービスやってますよ。これ盛り上がってます。もうちょっとびっくりしたんですけど、ガズクラブメンバーも900名超えておりました。
いやー、ありがとうございます。ご活用していただいておりまして、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円税込みのクラブ活動費を、頂戴しまして、今日の泣き笑なエピソードを含むガズが今まで取りためてきた膨大な曲のノート楽譜を毎月5曲お選びいただいてダウンロードしてすぐ練習できるということになっております。今日の泣き笑いのエピソードも今日とか明日とか近日中にもうすぐに手に入るということで、ちょっとお時間ないよという方、書き出す時間がないという方、ぜひご活用していただければと思います。で、このガズクラブはですね、楽譜のダウンロードはもちろんなんですけどね、ものすごいたくさんコンテンツがあるんです。クラブ活動ですから、大人の。まずはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定オンラインライブ配信、これ昨日あったんですけど、実はまあもうやばかったです。また世界中から参加していただいて、いろいろこのテーマ曲が決まってるんで、そこでもう一箇所にガッとオンラインで集まって、本当に大合唱、めっちゃ盛り上がります。ぜひ皆さんも体験していただきたいです。あとはね、非公開の SNS の中で、ガズが毎朝7時にラジオ配信しています。毎日朝7時ですよ。健康的でした。はい、そこではですね、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所があったり、どんな質問にもガズが答えたりとか、なかなか面白いクラブ活動になってますんでね。で、今度ね、アプリができたんです。ガズクラブのアプリですよ。すごくないですか？ガズクラブのアプリはですね、その中で楽譜の管理ができたり、メンバーズカードが発行されたりとかね、アプリゲットできます。ガズクラブメンバーになると。ぜひ、ホームページチェックしておいてくださいね。はい。で、じゃあ、そのガズクラブはちょっとぜひ皆さんチェックしていただくとして、はい、今日のこれ見ていただきましょう。はい。パッとこんな感じ。で、ここに、下にくるっと囲ってあるじゃないですか、こんな感じで。これは後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使って、もうちょっとね、かっこよく仕上げていますということで、上の段は今やったシンプル簡単バージョンです。はい、こうやってパッと映すんで、一時停止でメモっていただくか、あとは動画のテロップを一時停止でメモっていただくのもいいと思いますし、もちろんガズクラブでゲットもお願いいたします。ということで、さーっと映していきます。はい。これね、この曲はですね、歌のメロディーとタイミング結構、難しいというか、もうすごく、ツボなところに入ってくるんですよ。一筋縄ではいかない歌のメロディーですよ。なんだっけ、結構聞き込んでやった方がいいと思います。この辺のタイミングもですね、裏でくる。笑顔を諦めたくな。裏でね、リズムが入ってくるんでね。ここら辺サビとかもね、なかなか奥深い感じがします。はい。こういうところにこう、いろいろ書いてあります。たったとか、こう、決めが入るよとか、いろいろあります。後半のかっこいいバージョンでは説明していきます。じゃあ、出てくるコード解説して参りましょう。この赤く囲ってるやつは、後半出てくるかっこいいバージョンで使いたいコードなんですけど、まあ、実はですね、これちょっと待って、このコードだけ隠すと、全部これ入門コードなんですよ。なので、もう安心して取り組んでいただけます。これいっぱいあるように思うんですけど、これね、安心してください。ちょっと言ってきます、コードネームを。C と Am と F と Dm、D7、G7、E7。ここまでが今やったシンプル買った場所。で、後半のかっこいいバージョンでは Em7 と C7 というのが足されますけど、ここまで入門コードです。この1個だけ後で解説しますけど、今映ってるこのコードはですね、ほんとガズレレで言われてる超入門コードのグループ、すなわち、これ、ガズレレ必須コードのメンバーです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めようかなと思ってる方に、一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループでございまして、入門コードだから超簡単ですよ。ただし、10個あります。10個あるのは多いなと思うかもしれませんけど、安心してください。1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと頭がこんがらがっちゃうので、もう僕はこんがらがっちゃった。はい。私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画ここに貼っておきます。この動画絶対見てくださいね。これ10個コード。覚えられますから、面白おかしく、親戚のおじさんとかね、ヤンキーのお兄さんとか、そんな感じで覚えていく、秘密の覚え方がありますね。ここで勉強してくださいということでございます。いいですね。はい。コードはそこで勉強していただくとして、じゃあ、ここからかっこいいバージョンに入っていくと思うんですけど、ここのタイミングでいつも私は伝えたいんですけど、今の4つ弾きで、今のね、ゆっくりなやつでいいんで、やっぱ歌のタイミングとメロディーをね、しっかり確認してください。さっきも言ったんですけどね、言葉、裏に入ってくる。笑顔を諦めたくないよ。みたいな感じで、言葉のタイミングがすごくこの曲はね、裏で来たり頭で来たり、その駆け引きみたいなのをすごく感じられる曲でございました。あとメロディーラインの音程もね、難しいですよ、これは。はい。ちょっと聞き込んでゆっくりまずメロディー、歌を覚えてから、かっこいいバージョンに入っていきましょう。じゃあ、かっこいいバージョン、説明入っていきます。かっこいいバージョンでコード1個追加です。ここに書いておきます。ここに貼っておくんですけど、Gm7 というコード、押さえる場所、ここと、この3箇所。ここと、ここですね。はい。ここと、ここね、こんな風にギュッとこのぐらい、反る。そして、ちょいと足す。これがいいと思いますね。はい。これが Gm7 です。で、たまにですね、この指がこんな風に反らないという方がいるんで、そういう方は、こうやって押さえたり、
こうやって押さったらちょっと工夫してみてください。そしてあとね、これ G マイナー、G マイナーというコードに置き換えてもこれでもいいと思います。G マイナーというのはこことこことここですね。はい。まあどちらでもいいと思うんですけど、まあガズレレ的にはこの G マイナー7を使っていきますということに、しておきます。はい。コードはこの1個だけで、さっきも言ったんですけど、E マイナー7と C7 というコードも足されますけど、それはガズレレ必須コード、入門コードのグループですので、今日は、説明控えますけれども、このコードを使ってやっていきましょう。じゃあ次問題のね、リズムでございます。リズムはこの2つのリズム、ドン！アルペジオと8ビートのチャ。はい。この2つの弾き方でやってみようと思います。まず、前半部分の A メロは、アルペジオでやってみたいと思います。アルペジオっていうのは、こういう分散和音というふうに言われている音でね、これはですね、比較的すぐできると思います。そして、途中の、これは夢じゃないところで、8ビートのチャに変わります。これは夢じゃない。こんな感じですね。このビート、タッタをつっと立つ。最初はアルペジオで、途中で8ビートのチャで盛り上がって、こう元気にモリモリ進んでいくみたいな、そんなイメージで演奏するのがいいんじゃないかと思います。この2つの弾き方の解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオと8ビートのチャ。しっかり動画で解説してますんで、見てみてください。このね、ストローク型入ると、まあ、本当に気持ちがいいんで、ぜひこの8ビートのチャーやってもらいたいんですけど、これ、こういうストロークって言うんですけど、こういうのがね、できるようになるとすごい気持ちいいんですよ。なんですけど、最初初心者の方は、8ビートのチャーの前に、普通の8ビートという基本的なストロークを、まあ、マスターしておいた方がいいと思いますんで、まあ、そこから、やってみてください。そのね、8ビートのチャの動画でもそのことについて言ってると思うんですけど、ぜひ8ビートの入門からね、やってみるのをおすすめします。はい、それでは曲の中のちょっとした決めとかフレーズ入ってきますんで、ちょっとここから解説していこうと思います。さっきも言ったんですけど、A メロはアルペシオで、こう淡々と、ちょっとこう、つまびくような感じで言って、途中の B メロ、これは有名じゃないから、リズムが入ってきて8ビートのチャになるんですけど、B メロのこの一番最後のところで結構ね、面白いこといっぱい出てきます。ちょっとやってみましょう。せーの。これは夢じゃない。夢に傷つけば痛い。嘘じゃどんな今日も。あ、次、決めきますよ。タッタッタッ、次。このフレーズ弾きましょう。今のまず F がこう2つあって、最初の F のところで、タッとタッとタッ、ここはね、カッティングみたいな感じで。こんな感じ、ちょっと分かりやすく。普通の8ビートと同じタイミングなんですけど、切り込みを入れる、今、カッティングを入れて、よりこう際立せる。タッツ、タッツ、タッ、みたいなイメージですね。ここでちょっとやってもらって、カッティングっていう弾き方が出てきましたけど、カッティングってちょっと見てて、左手で音を止める。左手でこう触ってタッチして音を止める。そこで、こんな感じがいいかなと思うんですけど、ちょっとこれ難しいリズムなんですけど、ちょっとさっきのね、リズムいろいろというところに解説の動画が上がってますんで、お時間ある時ちょっとやってみてください。で、ここでイメージとしては、タッツタッツタッやってから、その後メロディー。はい。これ、このメロディーをね、このリズムの中でこう入れてくる。これ結構印象的なんで、これやってみましょう。これタブ譜というのを、見ていきましょう。はい、ここに貼っておきます。タブ譜ね。このタブ譜の読み方がわからないという方、ここにリンク貼っておきます。あと概要欄にもタブ譜の読み方、貼っとくんで、ちょっと勉強してみてください。それじゃあ、どんどんいきますよ。まず、一番最初、1弦の3フレット。はい。その次、1弦の2フレット。その次、1弦の0フレット、つまり開放弦。次、2弦の3フレット。次、2弦の1フレット。次、2弦の0フレット。次、3弦の2フレット。ですね。ってなります。結構早いですよ。はい。ちょっとリズムでやってみると、どんな今日も愛したいのにな、タッタッタッタ。笑顔と入っていきます。もう一回おさらいね。超ゆっくり。1弦の3、1弦の2、1弦の0、2弦の3、2弦の1、2弦の0、3弦の2。これまで、これ、ドシラソファミレードなんですよ。ドシラソファミレーで終わってますね。こんなメロディー。これをさーっとこうタイミングよく入れて、サビに入っていく。笑顔をあきら、この辺がね、こうリズムが乱れないのがポイントでございます。なので、こう、メロディー弾くときも体を揺らしておいてください。ガッツ、ガッツ、ガッ。笑顔と入っていきたい。こ
この辺のリズムが狂わないっていうのがまたちょっと難しいかもしれないですけど、やってみてください。フレーズ入れると急にね、こう立体的になる感じがしますんで、ぜひ、挑戦してみてください。それとあともう一個、サビの途中で、ちょっとですけど、キメが入ります。サビからやってます。笑顔を諦めたくないよ。転んでも、ただでは起きない。そう、強くなれ。今の最後の G7 のところ。たったー。これです。またカッティングですね、これ。たったー。カッティング難しい方は、右手で、って止めてもいいと思いますけど、まぁ、ちょっとカッティングでやると軽やかになります。ここで、たったー。って一回キメを入れていくということですね。あとはさっきワンブロックにコード1個だったのが、今回はコード2個っていうパターンがすごく増えてますので、コード結構展開早いですから、テンポもだいぶ早くなりますんでね、その辺よく聞き込んで、ちょっと何回も練習してみてください。そしてやっぱり歌詞のね、内容ももうじっくりこう読み解いていただいて、これやっぱり元気になっちゃうような、ちょっと前向きにいこうみたいな、すごいそういうメッセージを感じますね。なんで体をこう揺らして、そのイメージにこう、イメージやっぱり大事ですから、頭でそれを音楽に乗っける、そんな感じでやっていきましょう。さあやっていきましょう。畑元宏さんのおちょやん主題歌、泣き笑いのエピソード、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、フォー。オレンジのクレヨンで描いた太陽だけじゃまだ何か足りない気がし、涙色したブルー、こぼれて広がって、ほらいつも通りの空、これは夢じゃない、夢に傷つけた痛い嘘じゃ、どんな今日も愛してのエピソード、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いいですね。前半おとなしく、後半はどんどん元気になる感じ。あ、で、あと歌のメロディーちょっとやっぱ難しいんでね、よっぽど聞き込んでから、こうリズムこう乗っていって、最後にクッとこうまとめる感じで仕上げていきましょう。で、朝の連続ドラマの曲をこの自分のこのウクレレで奏でるというこの幸せ、皆さん味わってください。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、ぜひ周りの方にもお伝えください。ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録よろしくお願いします。そしてガズレレのね、最新情報ですけど、先ほどもちょっと言ったんですけど、ガズクラブがもう盛り上がってましてですね、今メンバー900人以上、そしてね、ガズクラブのメンバーがだけが使えるアプリがあります。この辺もね、もうホームページに書いてありますんで、ぜひチェックしてくださいね。で、あとね、今使ってるこのガズのわがままウクレレとか、ここに置いてありますガズの初めてウクレレ、今ちょっと欠品中なんですけど、初めてウクレレのはもうすぐあの、これからすぐにまた再販売、できそうです。ガスのわがままくれれば、今月の末にはね、また予約注文を受けられると思いますので、少々お待ちください。で、今ご注文いただいている方、今ベトナムでもう日々作り出して生み出しておりますので、お待ちください。アプリもあるんですよ、ガズレレって。アプリ、このアプリを見るとですね、曲もいっぱいあるし、あとメトロノーム機能とか、いろんなね、付加価値もどんどんこれからも追加されていくんで、アプリも、この辺のことすべてガズレレのホームページのね、トップページから探せるようになってるんで、お願いします。あとグッズもいろいろあります。いつもガズが使ってこの、ストラップ、このストラップもいろいろカラーバリエーションもいろいろあってね、こういろんな色のバリエーションもあるし、あとこの水引きの、これがね、ガズレレではね、おなじみなんですけど、これガズの両親が手作りしてるやつなんでね、これ一個ずつ違うんですよ。こういうのもホームページにあったりします。あとは、これですよ、これ、じゃあ、はい、リットミュージック社から出てるこの3冊の本、これはですね、もうこっちは
この赤と黄色100曲それぞれ100曲入り、こっちは初心者さんに向けた簡単バージョンなんですけど、これがですねもう超わかりやすくてもう大ヒット中です。この3つでそろそろ10万部に到達という、本当に大ヒットになってるんですけど、やっぱりこれわかりやすいからだと思うんですよね。ぜひ皆さんこれ、大手書店さん楽器店さんなどに、置いてあると思いますんで、ぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではですね、もうまだまだこれからもね面白いこといっぱいやっていく予定ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。いや音楽聴くよりやる方が楽しい、皆さんどんどん音楽始めていきましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレ YouTube でした。さよなら、バイバイ。ココナッツのフライバー、ココナッツのプレイヤー。